はい、結構天ぷらあるね。全種類やこれ。結構あるよな。今見た感じやったら10個ぐらいで、特注の器になります。神対応やね。これカニカマ？すげえぞ。イカ。これでラスト。これ一番うまいから。はい。天気やね。天井職人が盛り付けていきます。かき上げるよ。待って、こっから技術見せてくれ。超巨大天丼で、最後天だれかけよう。はい、こちらが丸亀全部の天丼でございます。うまそう普通に。いやちょっとやばいね。やばい。これはなんぼ天ぷらあんねんっていう感じ。じゃあ早速僕ら2人プラスカメラマンの3人で天丼食していきたいと思います。いただきます。これもらうけどな。かしわ天これ絶対もらいます。いただきます。じゃあゲソ。ご飯にさ、ただてっかね。ご飯の量めっちゃ少なく感じちゃったな。うまいわ、丸亀の天ぷら。久々に食べた。早いな、今日本気。おめでん好きやから。なるほどね。一瞬でいっちゃう。こんだけのボリュームで1950円は安いな。なにこれ、デカすぎんか。こんな靴、ご飯見えてきた。ほら、ええ感じ。お、彼女できた。いるわけ。食わへんの。あんま興味ない。いい人がいたらね。タイプだけ教えて。タイプ。タイプ一緒にいて楽しい人。しょうもな。もう多分視聴者みんな引いてたドン引きやん。引かん。うん、するやん。彼女は前月一生プレテンダー聞いてた。あんまやわ。めっちゃでかかった。もうだってお腹いっぱいなんやろ。なんでか言いましょうか。皆さん来る前にカツ丼食っとるから。直系もんやろ。こと言うなら俺がないって行くよ。僕もご飯食います。ドン。もうこの後うどん行くからな。絶対無理やから。10月6日誕生日、みんな祝ってあげてな。何歳？21歳。おやら21歳。21歳。じゃあ話変えよう。最近ついに免許取りました。おめでとうございます。初心者マーク貼ってます。事故らんといてよ。事故らんといてよ。それタブーよ。待って、これボス2個ある。ボス処理せん。2人でカメラマンめっちゃ頑張ってんだよ。これカメラマン本気やで。だってまあもうこれで OK で、残りご飯ぐらい。あ、これ食ったるわ。これ夜ご飯焼肉無理じゃん。俺ら焼肉行こうって言ったんすよ。夜ご飯無理っすね。いいこと思いついた。あとうどんのさ、だしあるやん。つけてこう。激アツ。はい。うわー、そうだ。あ、これつけてみ。めちゃくちゃうまなる。マジで今日食えんな。はい、お茶碗完食。あー、めっちゃきつい。これで終わりです。いただきます。ラスト。全然気づいてない。ムゴこれ取りに行った瞬間、かき揚げ倍増されてました。ガチ。え、俺めっちゃ食ってたかき揚げ。いや、道理でな、気持ち悪い度合いが違うかって、胃袋の。こんな1個でかき揚げ、そんな胃の代わりするっていうぐらい、かなり来てたから、ね、めちゃめちゃ入れました。はい、ということで今回は丸亀製麺の天ぷら全種類を使って巨大天丼を作ってみました。ちょっと二度と作らんな。きつすぎる。ご飯との比率が全然合わへんっていう感じやから、あんまりおすすめしないんですけど、まあ、3人で1950円で3人ともお腹いっぱいになるっていう感じですね。まあ、興味があったらぜひやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、挑戦のまた見てね。バイバイ。